新庄監督にあり、目覚めさせますよ。中日からトレードで加入の2選手に期待。日本ハム新庄剛志監督が19日、中日との2対2のトレードについて言及した。今季は田中正義、江越ら移籍してきた選手が活躍していることもあり、中日から加入の2選手についても、どの球団でも、僕のところに来たら目覚めさせますよとにあり、身長167センチの右腕、山本の印象もあるようで、いい球、放ってましたよね。僕は好きなタイプ。タイミングを外す投球テクニックで、167センチか。浮き上がるボールが面白いと興味津々。続けて、先発も面白いらしいね。規定1発目に、すぐ先発させますか。軍事とバッテリーで、完封するかもしれないよ。わからんからねと笑った。チャンスもらえるのはありがたいよな。山本の先発は冗談にしてもすぐ1軍のリリーフに入ってきそうだな。ハム投手陣にはストガイ成分足りないから山本にはそれやってもらうか。まるで中日だと眠ってるみたいやんけ。環境変わって出場機会もらったら覚醒するパターン多いからな。1から9番、捕手、一塁、外野、143通りのスタメンを組むためのバリエーションが増えて喜んでそう。どっちも若いし頑張ってほしい。新庄割と再生向上だったりするしな。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。